皆さんこんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は小学校3年生の算数足し算の内容です。2年生の復習をします。買い物に来ています。90円のバナナと37円のみかんを買います。合わせていくらでしょう。確認しましょう。式は90+37、筆算で計算しましたね。一の位の計算、0+7は7、10の位、9+3は12、2を書いて1繰り上げて答えは127になります。答えは127円になります。できましたか？それでは今日の問題に入ります。買い物に来ました。274円のリンゴと361円のイチゴを買います。代金は何円になりますか？ノートに問題を写しましょう。ノートに写せましたか？それでは式を考えましょう。式を確認します。式は274+361ですね。2年生では何を使って考えましたか？そう、テープ図ですね。3年生では線分図を使います。今日の課題は何だと思いますか？3年生では3桁の足し算になるんですね。今日の課題は3桁と3桁の足し算の筆算の仕方を考えようです。それではノートに移しましょう。計算の仕方を考えましょう。最初に復習したように、2年生で学習した2桁と2桁の筆算の考えが使えそうですね。筆算は書けましたか？それでは計算してみましょう。計算はできましたか？それでは筆算の仕方を図を使って確認しましょう。1の位、4+1は5、10の位の計算、7+6は13。10のまとまりを100の位に繰り上げて3になります。100の位の計算、1+2+3で6、答えは635になります。今の考えを筆算でやってみましょう。1の位、4+1は5、
10の位、7たす6は13。3を書いて、1、繰り上げる。100の位、1たす2たす3は6。答えは635になります。最後に答えを確認します。274たす361は635。答え635円になります。できましたか？今日の学習のまとめをしましょう。今日の課題は、3桁と3桁の足し算の筆算の仕方を考えようでしたね。それでは今日のまとめはどうなりますか？そうですね。今日のまとめは、3桁と3桁の足し算の筆算もこれまでに学習した足し算の筆算と同じように位を揃えて1の位から順に計算をします。ノートに写しましょう。それでは練習問題です。今日学習したことを使って筆算で計算しましょう。それでは答え合わせをしましょう。間違ったところはやり直しましょう。解き方がわからない人はもう一度動画を見ましょう。最後に振り返りをします。今日の授業でこのように思ったことをノートに書きましょう。これで茨城オンラインスタディ小学校3年生足し算の学習を終わりにします。皆さんよく頑張りましたね。バイバーイ。